はい、これから前処理としての言語表現の企画化と統計的機械翻訳への応用と題しまして、自然言語処理研究室高橋寛司が発表します。私が取り組むこの自然言語処理という分野ですが、自然言語処理とは言語を加工してある目的、例えば翻訳であったり、カナ漢字変換であったり、情報検索であったりという目的を達成するような処理のことです。で、この研究に取り組むにあたって、言語処理の難しさの一つとして、言語には同義表現が多く網羅が困難だということが挙げられます。例えばこのグラフは日本語の表記例の例ですけども、私がリンゴを買い取るという文を表現するにあたり、単純に 2×3×3、 18通りの組み合わせというのが生じます。こういった問題は言語処理では一般にデータスパースネス問題と言われており、データが足りない問題とされています。で、これに対して還元により表層的多様性を考慮し、性能の向上を狙うという考え方があります。また既存の研究では統計翻訳において、テストセットの被覆率が低いということで、還元により性能を向上させたという報告があります。これらのことから、言語処理において、言語表現の網羅というのは困難であるため、何らかの方法で同一視する必要があると考えられます。そこで本研究では、前処理として言語表現の比較化に取り組みます。ここで言語表現の比較化について定義します。言語表現の比較化とは、単語数および組み合わせ数の減少を目的とした文字列の加工と定義します。この加工対象には、例えば表記例や、敬語表現などが挙げられます。具体的にどういうことかと言いますと、私がリンゴを買い取るというグラフで、どのような組み合わせの文字列が入ってきても、例えばこの黒の太字の私がリンゴを買い取るというふうに文字列を加工すること、これを言語表現の比較化と呼びます。で、ここで、動機として、なぜ前処理としてこのような比較化に取り組むかという話ですが、一つの大きな貢献として、全ての応用処理に適用可能という点が挙げられます。これは言語処理ではよくある、処理の流れなんですけども、何か前処理があり、単語分割があり、例えば翻訳の場合ですと翻訳のモデルを学習し翻訳処理を行うというのがあります。で、これを前処理として適用することで、ここが機械翻訳であろうが要約処理であろうが、カナ漢字変換情報検索であろうが、簡単に適用することが可能となります。なので、本研究では前処理として言語表現の比較化に取り組みます。本発表の目次です。前半では、先ほど紹介した比較化手法についていくつか提案を行い説明をします。後半ではこの、提案した比較化手法を実際に統計的機械翻訳へ応用し、その効果を検証します。まず比較化手法の提案です。本研究ではここに書いてある5つの、比較化手法に取り組みました。で、この中で、時間の都合上、今回はこの1番と2番、表記揺れと支援動詞構文の還元についてご紹介します。まず、表記揺れの解消です。表記揺れは日本語のウェブ文書中の 10% の単語に見られる言語現象となっています。で、どのようなものかと言いますと、例えば会議に招聘するというのがあったときに、この招聘と招聘が、表記揺れになります。で、これは同じ単語でだいたい同じ読みなんですけども、書き方、表記が異なる、それが表記揺れでなっています。で、この表記揺れというのは自然言語処理において解析誤りなどを引き起こす原因だと考えられます。そこで本研究では、既存の表記揺れ解消解析器が宮西によって作られているものを改良しました。具体的には、既存解析器では活用を考慮できていなかったため、今回は活用を考慮した表記揺れの解消を行えるように拡張を行いました。次に支援動詞構文の左辺動詞への還元です。冒頭でも述べたように、還元により表層的多様性を考慮しようという考え方があります。で、ここで別の研究では、マイクロブログ、ツイッターやフェイスブックのような、
ブログにおいて表現を正規化することで統計的機械翻訳の性能を向上させたという研究があります。そのことから今回この支援動詞構文、この十分に反省をするというものを、十分に反省すると言い換えるということで、この表層的な多様性を考慮しようということで、支援動詞構文の左辺動詞への還元に取り組みました。結果、規則に基づく高精度な還元を行うことができました。ここまでが前半の規格化手法の提案となります。ここからは後半の実際に規格化を統計的機械翻訳へ応用していくという話になります。目的です。規格化を統計的機械翻訳へ応用する目的ですけれども、一つ目に規格化の検証が挙げられます。本研究では私はこの規格化が言語処理の性能を向上させると考え、規格化に取り組んできました。そこで実際に統計的機械翻訳へ適用し検証を行います。で、今回は、検証したもののうち特に表記例を対象に調査したものについて報告を行います。検証の話に入る前に、まず、統計的機械翻訳について簡単に、紹介をします。今回使ったのは区に基づく統計的機械翻訳と呼ばれるものです。これは区を単位として最もらしい翻訳を探索して導出するというふうな翻訳のモデルになります。例文、例えばこの He walks to school というのがあったときに、確率的にこれが He walks to school が一つの区フレーズであるというふうに求められます。で、この to school と学校まで、 He walks と歩くというのが対応するのが翻訳モデルと呼ばれるもので、次にこの学校までと歩くを日本語らしいものに並び替えるというのが言語モデルの役割になっています。で、これで最もらしいもの、学校まで歩くというのを、導出するのが区に基づく統計的機械翻訳の概要になります。ここで表記揺れと統計的機械翻訳への応用の関係について概観します。冒頭でも言いましたが、日本語において表記揺れはウェブ文書中の 10% の単語に見られるものとなっています。で、同じ単語ですけども書き方が異なるものが表記揺れです。で、ここで先行研究に振り返るんですけども、宮西の報告によると表記揺れを解消することで統計翻訳の性能が向上したという報告がありました。しかしながらいくつか問題点があり、まず一つ目に活用を考慮していなかったという点があります。で、これは現実の日本語の文章を利用するにあたり活用は必要不可欠な情報となります。で、二つ目に単語分割単位が異なるという問題があります。これは機械翻訳の評価というのは単語単位で行うんですけども、その際の評価に影響、支障をきたすという問題があります。そこで今回はこの問題を考慮した実験に取り組みます。具体的には既存の解析機を改良し活用を考慮します。次に単語単位を揃えます。で、これで実験を進めていくのですが、そもそもこの評価データに表記揺れが少ないという問題がありました。で、テストデータを調査したところ、これは何も加工してないものと表記揺れ解消したものなんですけども、語彙数は80単語ほどの減少で、道語も20単語ほど、言語モデルの複雑さはというと、これは数値が低ければ低いほどいいんですけども、3ポイントぐらいしか変わってないということで、その 10% の単語に見られると言いながら、テストデータではあまり語彙数が減っていないということがあります。で、それで、翻訳実験、事前実験を行ったところ、結果、ここに書いてあるブルーというのは値が高いほどいい翻訳を示している評価になりますが、0.4 ポイントほどということで、ほとんど影響がなかったというふうになります。で、ここで、表記揺れの影響がよくわからないため、それでは表記揺れが、多い場合はということで、比較を行います。実験設定としては、ベースラインそのままのものと、表記揺れを解消したもの、先ほどのものと、もう一つ、表記揺れを生成したもの、あえてたくさんの表記揺れを作ったコーパスで比較を行います。実験に利用するコーパスですが、
2種類あり、一つは京都関連のウィキペディア文章で、もう一つは日本語の特許文章になります。それぞれジャンルは異なり、学習分数も異なりますが、ジャンルが異なるということで一般的な結論を導き出すために用います。結果です。要約すると、少量の表記例が含まれるコーパスの表記例解消というのは機械翻訳の性能に影響しません。2つ目に、大量の表記例、表記例自身は悪影響を及ぼすということです。でこれは、先ほどお見せした、これ比較のためなんですけれども、どちらの、京都文書でも特許文書でも表記例を解消しても、スコアに差は見られないとなります。で逆に、大量の表記例を、作り出すと、京都の文書でも特許の文書でも日英英日方向双方でスコアが明らかに低下していること、悪影響を与えているということが分かります。ここで結果から追加実験へ移ります。結果としては、少量の表記例の解消は影響しなかったということと、逆に表記例自身、大量の表記例は悪影響を及ぼすということが分かりました。それでは、表記例が多いコーパスに対して表記例解消を行うと、性能が向上するのかという点と、そもそもの、今回この大量の表記例ではあえて大量に作ったんですけども、そもそも入力に表記例が含まれた時に、応用処理にどのような影響を与えるかということを、調査で明らかにします。追加実験1つ目は別コーパスの利用です。翻訳モデルと言語モデルの学習に別コーパスを利用します。これにより擬似的にコーパスに含まれる表記例を増やします。翻訳モデルは翻訳環境を選ぶモデルで、ある大訳コーパスを用います。言語モデルは出力の並びを選ぶモデルで、別の日本語コーパスを用います。これで英日翻訳の実験を行ったところ、スコアは向上しました。約 1.7 ポイントほどの向上となります。ここで向上した理由について、確認をします。まとめると、数詞の表記例解消が有効的、効果的だったということです。でこれはなぜかというと、数詞の表記例がコーパス間でたくさん含まれているためです。例えば、日本語では数詞に半角と全角と漢数字の3種類があり、これらがコーパス A では約 7%、 もう片方のコーパスでは約 4% 含まれています。でこれを、実際に確かめるために、表記例を段階ごとに解消していくと、表記例解消す数詞の表記例解消すると 1.6 ポイントほどの性能の向上で、数詞以外を解消しても、ポイントは変わらず、結局全てを解消すると結果的に 1.7 ポイントほどの向上となっています。もう一つ追加実験で、入力に低頻度の表記例を加えた際に、表記例自身の入力、表記例の入力がどのような悪影響を与えるかということを調査しました。日本語の、表記例に、例えばこのほとんどと七夕のように、稀に使うような表記というのがあります。でこれを、入力文中でこのほとんど成功したっていうものを、この難しい漢字のほとんどに変換を行い、入力にこの低頻度な表記例を入力させ、翻訳の性能評価を行います。結果、翻訳性能は低下しました。約 1.7 ポイントほどの性能の低下になります。でこの追加実験などを踏まえて、表記例の統計的機械翻訳への影響はというところでまとめると、まず一つに、表記例自体は悪影響を与えるというのがあります。でこれは低頻度の表記例を入力すると、結果が悪くなり、またコーパスに大量の表記例が含まれると、機械翻訳の性能は低下しました。次に、表記例が少ないコーパスでは、表記例解消の影響が見られませんでした。でこれはそもそも表記例が少ないため評価に現れないというだけの話でした。で最後に、表記例が多くなるときに表記例解消に取り組むと、表記例を解消することで機械翻訳の性能が向上しました。これらのことから結論として、前処理として言語表現を規格化することで性能低下を防ぐことができ、またコーパスに含まれる表記例が多い場合は性能が向上すると言えます。
まとめです。前処理として言語表現の規格化を提案しました。これにより表現の数を減らすことができました。また規格化の統計翻訳への応用ということで検証したところ、表記例自体は悪影響を与えることが分かりました。また規格化することで不用意な性能の低下を防ぎ、表記例が大量に含まれる場合は機械翻訳の性能が向上するということが分かりました。以上で終わります。